はい、どうも。もう自宅を出てからだと1時間半ぐらいは経ってるでしょうかね。まだ1個目の道の駅に着いておりません。雨はですね、もう相も変わらず結構な感じで降っております。まあさっきね、これ以上山道はないんじゃないかっていうことを言ってたんですけれども、山道ですね、いつもよりさらにちょっと慎重にですね、やっぱりスリップとかするとか、まあ、対向車もね、こうやってちょっとはみ出し気味で来られた時のやっぱりね、特に路面が濡れてるとどうしようもなくなってしまう場合が出てくるので、かなり慎重に、こう進んでいっておりますね。道路の左側も結構こう、なんていうんですか、落ちたこう葉っぱとかね、草とかでね、結構ね、怖い感じになっちゃうんでね、ズリッといったらもうね、さすがにちょっとこの雨ですし、もうシャレにならないっていうね、感じですので、まあまあそんな感じでちょっとね、慎重にいってるのもありますけど、もうそろそろついてもいいと思うんですけどね。まあまあ、もうちょっとですね、ナビで見たら、この道沿いみたいですね、この山道の。えらいところに作りましたね。もうちょっと遠、なんていうか、もうちょっとこう交通量が、道がもうちょっと太くて、今、立東に入りましたね、立東。普段はもうちょっと交通量あんのかな。だけど道がそんなにいい道でもないんでね、どうなんでしょう。フォレストアドベンチャーリット、今結構ね、いろんなところできてる山の木とかのところにロープ張ったりなんかして遊ぶところですね。バンガロー村、これもしかしたら今こっちのね、来た、これや、反対側から登ってきたらそんなに道が険しくないのかな。はい、これで到着しましたけどね、これ結構滋賀日産リーフの森、これ、ね、まあ当たり前ですけど駐車場に雨のかからない場所はないですね。よいしょ、ゴンゼの里リット到着です。はい、じゃあ反抗しに行ってきます。はい、じゃあとりあえずちょっと反抗したいと思います。かなりひどい雨ですね。ちょっと雨宿りしていこうかなと思ってますけど、結構な感じですね。なんていうか、晴れてたらね、
なんか綺麗な公園もあるみたいで、向こうにもなんか、なんやろ、ゴルフちょっとなんか遊んだりするところも多分ありそうなところだと思うんですよね。もうこんな状態です。ちょっと一服だけしてね、行こうと思います。はい、どうも、一向にも雨が止まないんで、次行こうと思います。もう走ってる方がマシだと思うんで、ではね、とりあえず出発していきます。次のところまではそんなにね、距離はないと思うんで、ちょっと行きたいと思います。今日はやめといた方が良かったかな。まあね、無理はしないようにぼちぼち行きたいとは思うんですけどね。トラックが結構走ってたんでね、そこら辺もちょっとこの道ちょっと気をつけたいとこではありますけど、よいしょ。寒いですね、もうやっぱり雨降ってね。いやー、今日はやめといた方が良かったかもしれない。まあ、帰りはね、もう山道は通らずにちょっとこう、何ですか、できるだけ幹線を通って帰りたいなと思うんですけどね。いやー、寒い。結構ね、細い道なんですけどね、大型トラックとかもなんかたまに走ってたりしてたんで、抜け道になってるんでしょうかね。寒いなぁ。よいしょ。はい、まあということで、とりあえず1個スタンプ1個、今日まだ1個。2時間、1時間半から2時間くらいかけて1個だけ。まあ近いところはね、結構もう行っちゃってるっていうのもあるんですけどね。あとはやっぱりね、コロナの関係で、やっぱり、まあ、滋賀か行けるとしたらもう和歌山かなと思ったんですけど、まあ、和歌山の方はね、ちょっと、やっぱり遠いっていうか、さらに遠いんで、ちょっと、もともとね、もう雨降ってようが降ってまいが、ちょっともともと和歌山ちょっとやめとこうかなと思って、で意外と和歌山の方がね、僕行く機会がなんかどっちかというとあるので、まあ、滋賀の方に行ってずっと回っていきたいなと思ったんですけど、よいしょ。晴れてたらいいんでしょうね。なんか程よくワインディングがあって楽しい道路だと思うんですけど。ああ、しまったな。まあ、こんな状態なんでね、あんまりもうびちゃびちゃの状態でお店の中も入っていけないんで、まあ、ただただ走って道の駅行ったらスタンプちょっともらってっていう感じになるんでね。まあ今日結構ね、まあ昼から
上がってくれたらそこからも回ればいいやと思ってたんですけど、これはもうちょっとね、あとせっかく来たんで一つか二つは回りたいとは思うんですけど、そこからもう帰ろうと思います。寒い寒い。もうね、5月も後半でもうね、さすがにね、雨降ってもそこまでは寒いとは思わない温度くらいかなと思ったんですけど、寒い。まあ次また近くなったら、ちょっと撮ろうと思います。ではでは。はい、街中の方に来てます。もうね、今まだ立東かな、これもうちょっとで森山市っていうところに、入っていくような感じですけど、チェックポイントの2つ目、ちょっと近づいてきてます。もうだいぶ靴の中がぐちょぐちょ、ね、ぐちょぐちょなんですけど、いやーちょっとね、雨宿りができるところがあればいいんですけどないんでね、もう仕方がないですね。多分2つ目行ってね、2つ目のチェックポイントがここで、3つ目ここなんで、もう3つ目までは行ってしまって、で多分これ今こっちが北なんですね。で多分ここ行ってから次北の方に上がっていく感じなんで、これはちょっと距離があるかな。あー、まあここまで行きたいけど、行きたいけどな。ちょっととりあえず3つ目までは行って、そこで考えようと思います。はい。あー、びちゃびちゃ。グリップヒーターつけといてよかったですよ、もう。一応ね、革のグローブも持ってきてるんですけど、今はサマーグローブをはめてます。もうこの雨なんでね、濡れてもすぐ乾くし。もうこれひどいもんですよ、ほらびちゃびちゃ。おとなしくしとけばいい。今日ちょうどね、あんまり用事がなかったんでね、予定がなくて、今日行けたら行こうと思ってて雨の予報になっちゃったんでね。いやいや、本当にやめときゃよかった。ちょっと気になってるのがね、こいつね、ここランプついてるの分かります？ボタン何も押してないんですけどね、やっぱりこれ中華製の USB のやつはダメかも分かんないですね。もしあれだったらもうデイトナ製のやつにまた買い替えようかな。ちょっとでも出力が大きい方がいいなと思ってね、これ買ったんですけど、一応スペック的にはね、PD 対応のやつなんで。うわぁ、なんかさらにだんだん強くなってる感じがするな。やべえな次のチェックポイントのこの2つ目のところが多分街中にあるんで、そこそこ施設的にはちゃんとなんかしっかりしてそうな感じのとこだとは思うんですけどね。まあそう期待したいですよね。期待したいですよ。ここ曲がるのかな？こんなとこ曲がるのかな？一応ナビはこっちに行けと言ってるけれども、
丈夫か。これ一方通行じゃないよね。左側くらいにありそうな感じなんですけど、とりあえずそこまで行きましょう。あ、これか、これかな、これやな、多分。雨宿りできそうな駐車場はないので、とりあえず、ここかな。はい、じゃあ、ちょっとハンコ押しに行ってきます。はい、一応、よいしょ、とりあえずハンコだけもらおうと思うんですけど、どこにあるのかな。この辺りやるかなと思ったんで、よいしょ、ここら辺かな。ハンコってどこに？ああ、すいません、ありがとうございます。ここに、ああ、すみません、はいはい、ありがとうございます。すみません。ここですね。うわ、濡れてる。よいしょ。ちょっとにじんじゃいましたけど。よいしょ。ちょっと休憩して行きましょう。はい、とりあえずね、もう雨がひどいもので、もうお弁当買いましたね、ここで買って、食べて、で、あの天気予報見たらね、11時台なんですけど、一番ひどいみたいなんで、ちょっとここで雨宿りをして、それからまた行こうと思います。もうでもね、あと1個行ったら帰ろうかなと思ってます。ではでは。はい、ごちそうさまでした。まだね、雨が結構降り続いてるんで、もうちょっと雨宿りしてから行こうと思います。ではでは。はい、じゃあ、行こうと思います。今ね、立冬、アグリの里立冬かな。もう早く行ってよ。よいしょ。ここから次ね、道の駅草津っていうところに行きます。よいしょ。で、もう一個くらいはね、ちょっと行ってから帰りたいなと思って。晴れてたらこれ新幹線もね、さっきからね、なんか通って、多分景色もいいんでしょうね。で、多分高速で来ても、ここなんか ETC の実験みたいなんで、一時退出してここに来れば、多分料金、変わらず、いける、なんか実験みたいなのしてるみたいですね。まあどのくらい、ここか、だから近いんですね、インターからね。あー、寒い寒い寒い。とりあえずね、まあぼちぼち行こうと思いますけれども、寒い寒い。
よいしょ。はい、じゃあとりあえず道の駅草津、まあそんなに遠くないでね、もうすぐ到着すると思うんですけど、まあ、行ってもうハンコもらうだけですね。ご飯も食べたし。いやー、やっぱりここまで降るとは思わんかったな。やっぱり雨の日はちょっとやめよう無理して行くのやめよう今日は失敗でしたね。スタンプ帳もね、雨で濡れてハンコもぐちゃぐちゃになるしあんまりいいことがないですね。さすがにちょっとどっか寄ってね、なんかこうせっかくだからうろうろちょっとしたいなっていう感じもなくなっちゃいますよね、こんだけ降っちゃうと。で、今ヘルメットの中もね、僕あのシールド、あの曇り防止のやつで二重に、そう、なんていうんだったかな、中にシールドもう一枚かまして、洗いのね、純正の曇り防止のやつやってるんですけど、それでもねちょっと曇っちゃってきてますもんね、うん、次の道の駅の草津でちょっとヘルメットも中のシールドちょっとちゃんと拭いてもう一回やろうかなと思いますけど、はい、なかなか過酷な感じになってきてます。だからここから帰るのだけでも、もうこの辺りからだったら多分2時間弱はかかると思うんで、でも山道行かずにこう下道、あの下道っていうか、なんていうの、幹線道路的なところを、まあ、メインで通っていこうと思うんで、余計時間がかかる可能性は高いですね。はい、とりあえず、まあ、頑張っていこうと思います。ではでは。そんなショック。はい、じゃあとりあえず、これだけは絶対行かないといけないので、とりあえず行こうと思います。それにしてもひどい、ひどい。とりあえずこの中だと思うんですけど、あったここですね。よいしょ。草津行こうかな。あっただ。だいぶちょっとね。よし、OK ですね。はい。なんかいろいろ売ってますけど。もう今日はいいかな。はい、まあとりあえず今日はもういいでしょう。はい、じゃあちょっと帰っていこうと思います。はい、ね今までこれオズマクションで撮ってたんですけど、これをうまくね、かぶせて、ある程度浸水は、まあそこまで浸水しないでいけてたんですけど、今ちょっとバッテリー交換の時見たら中もね、ちょっとやっぱりそれなりに濡れ、ちょっと染みてきてたんで、もうこれアウトだなと思って、もう撮影もここまでにしたいと思います。いやー、もうあとはただただ無事に帰るように、もうカメラも撮れないんで帰りたいと思います。ではでは、さようなら。